一日雨だったので。家にいる方も結構多かったのかな？実家かな？あ、そうです。実家なんです、今日。荷物の入れ替えがありまして。こんばんは。実家です。実家にちょこっとだけ帰ってきてます。お風呂上がりだ。久々に見るって方も。いいな、私、珍しくまだこの時間お風呂入ってないんですよ。雨が。こんばんは。実家の愛犬は今、ただいま、いびきかきながら寝ております。鼻に会いたいってきてる。ちょっと待ってくださいね。はい、呼んでるよ。来て、ここ。来る、ちゃんと来る。来て。ここ来て。ここに来て。はい、おいで。来て。来て。はい、乗って。あ、こっち、はい、こっち来て。はい、こっち来て。乗って。ダメだ。全然乗らない。さあ、耳が見えてるでしょ？そう、このふさふさ。狐っぽいですけど、狐じゃないです。はなちゃん、おいで。あ、電波悪いかな、私。電波が悪いみたい。なんだろう。雨強くて、傘の骨が何本か折れました。なんかちょっと止まってるみたいですね。やっぱ風が強いからとか、あるのかな？環境あるのかな？途切れ途切れ配信みたいです。やっぱり電波が悪いみたい。はな、もう一回来て。はい、来て。ここ。はい、おいで、なちゃん。見て、ほら。ほらほら。ほらほら。まあ、寝てたから。あ、な、すごい怒ってる今。はなちゃん。すごく嫌なんだ。もこもこなんです。多分体重すごいあるんじゃない？ 8 キロぐらいあるよね、多分。そんぐらいあるよね。8キロぐらい多分あると思います。この、眠そうってきてる。無表情なんです。さっきからずーっと、起こしたりとかしちゃってるんで、すごい怒られます。カメラ見ない？花ちゃん来てる。ほら、花。ここカメラ、ほら。自分の顔見てみて。ほら。ほらほら。ちょっとなかなか。多分普通の倍ありますね。いや、本当に、おデブちゃんです、うちの。実家のワンちゃん。わがままボディ。女の子です。ね。重いんだよね。無表情。そう、これでも一応ポメラニアンなんです。いいよ、早くどいて。じゃあ、あっち行っていいよ。早く。早くあっち行って。はなちゃん。あ、行っちゃいました。そう。いつも吠えられるんですけど、配信の時は、最近は、割かし仲良くやってます。最近はおとなしい。こんな感じで。
今日は実家に帰ってきて、いろんなものの整理をしてきたんですけども、なんか捨てたりとかいろいろやってきたんですけど、この過去の出演の DVD とか、出演作の DVD とか、振り付けビデオっていうものが結構大量に出てきてて、それを今日はまとめたりしてました。その中で、こういう中、こういう過去のやつをまとめたやつが出てきたんですけど、結構いろいろ懐かしい写真がずらーってこうやってずらーって、これはあれですね、ソロデビューしてからじゃない時の、あの研修生の時代の時の、あの写真が、発売した生写真が、あ、見せて見せてって来てる。見せてあげましょう。結構、多分一番最初にこの世界入ったハロープロジェクト新人公演っていうが時があって、その時のライブの写真がこれです。これが多分幼い顔見て、これはこんな顔してるんだ。顔が幼いですね。ほら、すごい幼いです。若いなーだって、そう、子供やーってきてる。そう、顔が子供なんですよね。すごい子供で、それからなんかいろいろとやって、まあ、なんとなく自分で写真見たときに、これはいつの時の写真だっていうのは大体わかるんですけど、これはわかる人いるかな、ハロプロのキュートさんの運動会みたいなのがあったんですね。ハロープロジェクトのグループのキュートさんの運動会みたいな、その時の写真です。これジャージ着てるので、結構だいぶ顔が急激に変わります。ちょっと垢抜けてきた時期かも。こんな感じで、この髪型いいね。まあ真っ黒ですけど、この時はこのちょっとストーンってしてる感が意外と好き。これ何年前だろうな、何年前か分からない。え、私この頃の髪型に戻りたい。この髪型良くないですか。ちょっとストーンってしてて、すっきりとしてる。はい、いいな。だいぶこの辺からちょっといい感じになってきた。これ何年前だろう、2007年とかかな。今見せたのは中学生ぐらいかな、中学2、3とかの時代かなと思います。14年前、本当そうですね、14年前ぐらいな。結構いろいろ懐かしい。ちょっとこれは見せたい、見せたいけど、これちょっと止まっちゃってるんで、このまま見せる。ほら、ハロプロの、ハロプロエッグのメンバーですね。私はどこにいるでしょう。そう、こういうのを、あの写真とか出てきたときに、あのこういうファイルにさっきまとめる作業をしてました。なんかグッズで、自分のグッズはいただくじゃない、いただくんですけど、ライブあるたびに。で、そういうのってさ、ファイルに入れないで、そのままなんかどっかボーンっていろんなところに投げたりとかしてたから、それをまとめる作業を先ほどまでしてましたよという感じです。さあ、これはいつの時だろう、わかんないけど、
絶対今ではやらないであろうへそ出し。めっちゃお腹プニプニ。はい。さあ、初見の方、岡部さん、ありがとうございます。すごい。結構今は短い髪型ですけど、この時代とかもありました。めちゃこの髪型が流行ってた時期があったんですよね。わりかし。いろんな先輩も含め。こういう、なんて言うんだろう。これ、ハーフアップっていうのかな。横に流して、ハーフツインな、なんていうの、なんていうのかわかんないけど。はい。こんな、かわいい髪型をやってた時期。あと、めちゃくちゃ胸ぐらいまで髪があります。これ、デビュー当時と同じぐらいの長さかも。そう、長いんですよ。そしてこの時期ぐらいかわかんないけど、キラレボが出てきた。違うかな？うん。あ、多分家にあるな、この写真っていうコメントも。そう、いっぱい今、いろんな過去の写真があります。まあ、大体でも、大体、私のお決まりのポーズって、これか、これか、これか、生写真のね、これか、まあ、グーかパーか、手、胸元バッテン、みたいなのがすごい多い。今、パッと見ただけでも、すごく多いです。これが多かった気がする。プライベートの写真も。これ、カノンと、今は、ゾック行ってしまいました。カノンと、デコボコセブンティーンっていう曲やったとき、二人でやったときの、やつですね。こういうプライベートの写真も意外と、たくさん出てきてる。で、グッズで販売した写真とかだけじゃなくて、そのなんか雑誌のなんか写真集出したときに撮ってもらったやつの普通の写真とかも結構出てきたりとかします。これもどっか写真集かなんかの時の写真だと思う。これあんまりグッズでは出してないやつなんで。うん。こういうのが意外とゾクゾク出てきてて、家の中で。でいい素材なんですよね。あと舞台のやつとか。あ、これとかすごいおすすめ。見て。多分これ写真集ですね。写真集の。で、素材もほんとこれなんていうの？これ生写真っていうのかな？この、ほんとに、あの、フィルムで撮ってその場からすぐ現像して、カメラの北村に行って、みたいな。に出てくるような素材の写真って言った。この記事が。これ多分写真集かな？これいつなのか全然わかんない。うん。めちゃくちゃ髪長い。そう、こういうのがね、生写真の他に出てきてるから、懐かしいです。多分みんなが見たことない生写真も結構あるんじゃないかなっていうぐらい置いてあります。これデビュー当時ですね。デビュー当時のこういうロゴがあったんです、前私。木っとって見えるけど。木かです、これ。はい。で、こうやってトレンディングカードみたいな。こういう、これデビュー当時のジャケの写真ですね。トレンディングカードみたいなやつが。まあ、この衣装可愛かったな。そう、山ほどあるな。そうなんです。山ほどあるんですよ。で、ちゃんと保存してあるんで、意外と。懐かしの初期喫茶。
そう、懐かしの写真が大量にあります。ちょっとあと見せれるのあるかな。 この写真ちょっと乃木坂っぽくないですか？坂道系の衣装だよね。そう、黒髪だし、ロングだし、ちょっと乃木坂系の 子に見える。この衣装可愛かったかな？これ。なんかモコモコでね、ぴょこぴょこウルトラみたいな感じの衣装なんですけど、なんかね、おへそも出てて、すごい、今見て、あ、これもう一度着たいなって思う。なんか可愛い。そう、いろんなのがありますね。あ、めちゃくちゃ可愛い。なんか写真見つけた。これ可愛くない？この私。自分で言うのもなんだけど。これいつの時代だろう。9月、2010年ですね。2010年、ほんとデビュー直前ぐらいの。かわいい、これ。この髪型と顔と、ポーズかな。え、かわいくない？なんか自分で言うのもなんだけど。それ誰？と私です、これ、私。え、これ今生まれてたらめっちゃモテてると思うよ、この子。ほら。この頃からちょっとパンパンだった顔が、少しずつ、シュッとしてきて、体も。で、まあ、ちょっと目元が強いかなって、顔がシュッと痩せちゃったんで、強くなっちゃうんですよね、目とかが。この頃から、多分2010年なんで、ほんとデビュー、ソロデビュー前のほんと直前のライブだったんじゃないかな、この頃。だと思います。ああ、そうだな。結構、マジ細いって。そう。ね、ダイエットしてた頃のやつは細いですね。あと見せれる写真あるかな？ああ、確かに。痩せてたらめっちゃ顔きついんだ、私。ほら。これも2010年ですね、多分。これラストライブぐらいの時。はい。すごい目がきつい。でも顔がめっちゃ痩せてる。あ、これらへんいいね。これファーストの写真集の時のやつかもしれない。これ多分見たことないと、アザーカットっていうのかな？それを生写真にしてもらって。これグアムかな？グアムで写真撮った時のやつです。グアムの時の写真。これも素材が、ほんと何？生写真って感じの。こういうのも。これなんかちょっと不思議な素材。水着の。そう。こういう感じで。この辺の写真結構いい感じのあるかも。ほら。これわかります？いつの時代か。私全く思い出せないんですけど。でも見る限り海ですね。あ、これでも、あれだ。これは、なんか、覚えてるぞ。写真集な気がします。ほら。この写真とか、すごい写真集で、覚えてるかも。その子どこ行ったって聞いてる。ひどい。いる、ここに。わ、全然覚えてないけど、何枚目の写真集かわからない。
こういうのがたくさん出てきました。実家から。懐かしいね。ほら。こういうのがたくさん、お家の中に眠ってますよという感じで。たくさん、こんな感じ。たくさん保存しててもらってて、ずっと。今日改めて整理し直しました。剣とかもね、いろいろ。もうほんとなんか、吉川優のファンの人みたいな感じ。そう、ちゃんと初期の、見に来た時のチケットとかも。こんな感じで、今日はお宝をたくさん見つけて、で、結構、なんか他の人がどうやってるかわかんないんですけど、自分がやったドラマとか舞台の台本とか、声優の時使った台本とかって、みんなどうしてるのかっていうのがすっごい気になるんですけど、知ってる方いらっしゃいます？他の方って、こういう話しないと思うんですけど、どうしてるんだろうと思って。台本とか、あの子はこうしてるよって知ってる方いる？気になるね。私は基本撮ってます。撮ってる派ですね。たくさんあります。台本は。基本、オンラインの映画とかでも。ねえ、ちょっと、毎度毎度、撮っていくと結構膨大な量とかもあって、で今日さっきも生写真の整理もそうだったんですけども、自分が出てる雑誌の、まとめとか新聞出た時のまとめとかいろいろ追加でやってたんですけど、大変です。意外と大変です。保存してる人が多いが捨ててる人もいる。なかなかね、捨てられないですよね。なんか一個あるかな、保存してあるやつ。何系がいいですか？なんかちょっとポロっては持ってきてみました。ポロっとは持ってきてみたけど。あ、雑誌の切り抜き大変。そう、やっぱ雑誌って、そのままたくさん出たやつ全部取っとくと、結構な膨大量になってしまうので、私も自分が出てるところを切ったりとかして、やってます。はい、こんな感じで。なんなのこれは。かっぱ寿司やってた頃のやつかな。懐かしい、これ私服だしょ、絶対。ほら、懐かしいよ。いろんなのが。はい。私は基本雑誌は撮ってる感じですね。みんなもかな？みんなはどうやって保存してるんだろう？推しが出た時の、雑誌とか新聞の撮り方って。アスキーの表紙やった時とか、こんな感じで、中身からでした。みんな、どうまとめてるの？気になる。推しのグラビアページは、ラミネーター加工して撮っとくという人は何人か出会った。すごいね。切り抜いて、切り抜いてってことでしょ？あ、でも普通に置いてますって方ももちろんいらっしゃいますね。表紙と該当ページだけ切り抜き、よっくんさん。私も基本そんな感じです。あ、このね、この雑誌、これ雑誌なのかな？コピーしたやつかな？その出たやつの雑誌を。これすっごい覚えてる、この撮影。これね、なんていう雑誌のね、撮影だったんだっけな。ローリングストーンだって。なんかね、この
お花ついてるじゃないですか、顔に。で、これ生花なんですよ、実際の。生花のお花を頭につけてもらって、まあ、こういうやつと、あと、インタビュー。この頃がちょうど私のデビューの時ぐらいですからね。あ、いや、違いますね。ベストオブユー発売ぐらいの時かな。ベストアルバム発売の時ぐらいのページです。あ、確か2013の夏でしたよねって来てる。そう、すっごい覚えてる。この撮影すごい、なんか、生バーナーをさ、頭にかざしてさ、写真撮ることなんてそうそうないじゃないですか。ないですよね。今そういうなんか写真撮影とかないので、すっごいこの撮影は覚えてます。生花、うん、うん、すごい好き。あと何とかこういう感じでまとめてたりとか。これ誰がまとめたんだろう。私じゃないことは確かで、うちの両親でもないことは確かなんです。これはなんか展示会に行った時の、ミルクフェードの展示会に行った時、確かこの当初に、この展示会行った時に撮影して、それをインスタグラムに、公式のインスタグラムにアップしたのが最初の投稿だった気がします。その当時のマネージャーさんが。確かね、そうだった気がする。最初に、この頃のやつを、アップしましたっていうイメージがあります。そう、マネージャーさんがやってくれたのかわかんないんですけど、そう、こういうのをね、たくさん今日は広げながら、でも広げて見始めちゃったら時間がもったいなくて進まないので、お掃除が、だからちょくちょく見ながら今日は雨だったので大掃除を、うん。で、台本がどうのこうのって話になったじゃないですか。台本捨てるか捨てないかみたいな。で、これはうちの親御様が綺麗にこうやってちゃんと持ってきた貝。この持ってきた回めっちゃレア回かもしれない。これ台本と、多分いろんなのが入ってるんですけど、声優やってた頃の台本です。こうやって綺麗にまとめておいてもらってて、いつも。びっくり。このさ、サインが書かれてるじゃないですか。このサイン書かれてる方が大物すぎて、多分ね、多分ね、あれ、孫悟空のさ、声優やってる方ってなんて名前でしたっけ？あれ？あ、野沢雅子さんの、あ、それかも。孫悟空、野沢雅、あ、最後、子だから、多分、あんま喋ないで、これ、あんまり出しちゃダメだから。サイン書かれてるやつある。たまたま持ってきたのがサイン本だった、まさかの。すごーい、これは貴重だね。すごい、書いてもらったんでね。キラリンレボリューションってアニメやってた時のおばあちゃん役が野沢雅子さんで、うわ懐かしい。ちゃんと2008年とかの収録のやつでしたね。うわ懐かしい。これで台本見ながらビデオを当時もらって、ビデオデッキだったかな、当時はビデオデッキで入れて、白黒の本当鉛筆とかで書かれたようなまあ、映像に合わせて
台本もセリフを合わせていくんですけども、そう、懐かしい。今じゃ絶対できないなと思うけど、朝のおかげですよ。難しいね。ちゃんと線引いてある。わ、すごいね。こんな感じで。あ、そう、絵コンテなんだ。確か絵コンテだった気がします。難しかったか？難しいですよ。やったことないもん、そりゃ。でも難しかったです。でも、こういう台本は、1話ずつ、まとめておいてもらってるので。はい。それは保存ですね。そうですね。いや、全部保存ですけれども。はい。これ台本のごく一部が出てきました。まあ、こんな感じでいっぱいいろんなのまとめておいております。実家には。懐かしい。でも、まさかの、数女の台本は、あ、数学女子学園台本。あるかなぁ。ちょっと待って、結構奥の方に眠ってるんじゃないかな、通常の台本は。あった。ありました。実家で配信してるの？そう、今、実家。これ、通常の台本です。これ、まあ、もうほぼハロープロが出てたドラマですね。4ちゃん、日テレの。これの台本です。あ、私は風琴役だったんですけども。結構分厚いですね。これ1話から6話。こんぐらいある。まあ、基本もう、ハロープロジェクトのメンバーしか出てないドラマでした。はい。ちゃんと撮ってあります。綺麗。うん。そして。ちょっと待ってね。いくつだっけな、この時。屋根の上のバイオリン弾きっていうミュージカルやらせていただいた時の、これは台本じゃなくて、これは音楽の、あれですね、楽譜？それ歌ありなんで、の楽譜みたいなのが、の台本が出てきました。はい。日生劇場出てたやつ。そうです。日生劇場。私、そもそも譜面が見れないタイプなんで、わからないんですよ。でも、多いですね。譜面が読めなくて、ミュージカル界行く人とか、たまに大変とは言いますけど、やっぱり、ミュージカル界の人たちって基本、自分で譜面が読めてっていう方たちが多いので、結構大変でした。私は。がっつりアイドルの時に、このミュージカル行って、譜面読めるでしょみたいな感じで言われたのはすごい、なんかそんな感じだった気がします。みんな読めてて、みたいな。大変でした。そう、歌詞なのに、そう、読めないんですよね。はい、こんな感じで。なんか、この、ボーカルブックっていうのかな？ここにボーカルブックのところに、なんか、下線みたいなのが入って、多分ここの下線に自分の好きな、その当時の言葉を書くとか、多分この公演に向けた思いだったり気持ちを書く、このとこだと思うんですけど、違うかな？なんか、ここら辺の上にね、私、シンプルイズベストって書いてある。どうしたんだろう。大変だったのかな。なんかあったんですよね。シンプルイズベストっていう譜面のところに書いてあったんで。
まあ、まあ、単純に単純にってこと。河川っていうのね、河川。河川にそんなことが書いてあったので。桑田佳祐さんも楽譜読めないから大丈夫。楽譜読めない方が多いよっていう今、助けのコメントがみんなから来てます。気にせんでよかよきっかわってきて。ありがとうございます。なんかさ、今さ、手元にね、昔の、多分、新聞が出てきたんですけど、2015年の新聞かな？うん。私が出てるところ、多分ないけど、これ何のために撮ってたんだろう。誰かわかる方いらっしゃいます。2015年の3月2日の、スポーツ報知の新聞です。私なんか出てたっけ、この時。でも新聞が取ってあるってことはそういうことですよね。スポーツ報知です。え？どこに私が出てるのって感じ。芸能面かな。全然わからなかった。これでした。ありました。ここにちっちゃかったから読めなかったんだ。はい。ここです。ペルーのライブをやった時の記事でした。ペルーライブのやつですね。海外5カ国目のライブはスペイン語で自己紹介。アンコール曲ずっとずっと君が好きだのサビをムーチョムーチョムーチョテキエロと歌唱。はい、海外5カ国目のペルーの後の記事です。はい、あ、来てくださった方もコメント来てくださってますね。遠かったけど楽しい思い出でした。だってペルー行ったの。そう、この時多分ブラジルペルーって立て続けだったのかな。はい、蛍光ペンで引いとこうって。あとで聞いときます。ね、ほんとどこだか分かんなかったからね。あ、うちにもあるって方もいるよ。懐かしい。そのスペイン語でずっとずっとっていうのが、多分ムーチョ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 っていうらしい。で、テキエロってだけ？君が好きだみたいな。ムーチョムーチョムーチョテキエロ。ムーチョ、ムーチョ、ムーチョ、テキエロ。なんかそんな感じだった気がします。ムーチョ、ムーチョ、ムーチョ、テキエロ。うん。こんな感じで、たくさん、私なりのお宝がいっぱい発掘できたので、今日はいい思い出です。さあ、スペシャルギフトいただいてます。追加で。ありがとうございます。デイノリキさん、花地さん、明石のポジさん、沼千代さん、ターボーさん、ヤーヤンさん、岡部さん、そして、コッシーさん、ソフィラさん、そして、ロンゲさん、ヤーヤンさん、セセリさん、ターボーさん、ミキヨさん、ヤーヤンさん、アンさん、ラベさん、クマのぬいぐるみさん、そして、クマさんをターボーさんとサブタカさんからいただきました。皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、本当にね、実家を散策するといろんなものが出てくるので、もう使わないだろうっていうものもあると思うんですけど、なんかさ、多分これファンの方からのいただき物なのかな、多分ファンの方のいただき物だと思うんですけど、うん。これね、これめちゃくちゃいいかもしれない。見えます？悩んだときは、迷ったとき、一枚引けば答えが見つかるっていうやつ。これさっき私引いたんですよ。一枚。別に悩んではないんですけど。
その時に、恐るって出ました。未知のものは確かにあなたって怖いかもしれません。ラッキーをもたらす可能性も十分にある。そう、タロット的なやつなのかな、これ。じゃあ、今日は、悩んでるあなたたちのために私が今日、自ら引いてあげますね。これタロット系なのかな？わからないんですけども。はい。じゃあ、1位に今、います。ユーフレカッコカリさんの、あなたの、悩んでますか？ユーフレカッコカリさん。今悩んでますか？ユーフレカッコカリさんのやつを。悩んでなかったら引く意味ないですからね。代わりに、私が引いてあげます。ユーフレカッコカリさん悩んでますか？大丈夫かな？いきます。こいつです。お。あ、お金がないですって出てますね。ユーフレカッコカリさん。さあ、そんなあなた。発想力というカードが出ました。ゆきちゃん、きっかちゃん、はじめまして。ありがとうございます。発想力。お金がないというユーフレカッコカリさんの、一言は発想力。飛行士が描いた帽子のようなシルエットは、そっと中身を覗いている象を飲み込んだ大蛇、大きい蛇でした。現実には起こらないかもしれません。しかし、想像することは自由です。既成概念を取り払って柔らかい頭で自由な発想をしてみましょう。きっと答えが見えてくるはずらしいですよ。これはだから、どういうこと？お金がない、自由な発想だから、お金がないですじゃなくて、お金を人のために今は払ってるだけだと思えばいいんだ。うん。柔らか頭になるってことか。難しいね、でもね。でも、これいいよね。なんか悩んだ時とかさ、そう、ポジティブシンキングってことか。ほんとそうです。じゃあ続いて。2位のみきおさん。悩みはありますか？ 2 位のみきおさん。はい。2位のみきおさん、悩みはありますか？何かコメント来たら食べます。エセ占い師って言われちゃった。ひどい。エセ占い師ではない。ほら、みんなのために引いてます。悩んだ時、迷った時。あ、呼ばれましたね。はい、悩みはありますか？何か悩みがあれば何でもいいです。悩みしかないです。じゃあそんなあなたに1枚。悩みしかないみきおさんに1枚。はい、こちら。44番。象の群れ。こちらが意味するものはですね。あ、すごい。これ一番最後のカードです。1から44しかないです。象の群れ。王子様はバオバブの木を始末するために象をたくさん連れてこようと想像しました。あなたにもこの象の群れになるように大きくて頼りがいのある存在が援助をしてくれるようです。がにならず、頑固のがにならず、今はその存在に頼ることが必要です。ということは、誰か、まあ、悩みしかないみきおさんには、誰か大きい手を差し伸べてくれる方が現れるってことです。その人に頼りましょうという、はい。感じですかね。あ、かたくなにね、かたくなっていうのね、あれ。さあ、続いてて3位のターボーさん。何か悩みはありますか？ターボーさん。
あ、喫茶頼みですね。ありがとうございます。ターボーさん、何かお悩みは？こうやってタロット占いってやっていくんだろうね。やってみ、なんかやってみようかな。これ整形立ててみようかな。きっかにの元彼とよりが戻るか。きっかにの元カノだよね、これ。元カノとよりが戻るか。さあ、というお悩みが来ました。ターボーさんから、私にの元カノとよりが戻るか。さあ、こちら。これ出していいかな。はい、こちら、別れというカードが出ました。すごい。別れという、別れ、ごめんね。ごめんなさい。別れみたいです。まあでも読んでみましょう。別れ。王子様と飛行士は砂漠の星の下で別れを体験しました。人との別れを永遠に会えないと嘆くのは、早計というのかな、早いって書いて計算の計です。姿、形や息遣い、触れられるかどうかが存在を示すのではありません。目を閉じてみてください。あなたが会いたい人はいつでも心の中で笑っているはずです。すごいね。だから、まあ多分よりは戻れませんけども、目を閉じてみてくださいと。あなたが会いたい人はいつでも心の中で笑っているはずです。多分これは、その付き合ってた当初のその楽しい思い出を、あなたの心の中でずっと彼女のあの笑顔を残しておきましょうってことですね。はい。ほら、キッカすごい当たるんじゃないって来てるよ。恋って辛いねって来てるね。すごい。まさかの、これ意外と当たるかもしれませんよ。うん。まあ、あと数人やりましょう。意外とこれ当たるかもしれません。笑っとる、笑っとるってきちゃう。じゃあ続いて。4位。シューさん。なんかお悩みありますか？シューさん。お悩みは、見てるかな？見てますかね？コメント。シューさんの悩み、迷いを、私が、この星の王子様、オラクルカードで判定してあげます。さあ、シュウさん、何か悩みなどあれば何でもいいです。小さいことから大きい言葉で。悩みがあればぜひコメントください。なかったら言っちゃいますよ。さあさあさあ、シュウさん。コメント来ないかな？どうだろう。ちょっとストップしてみますね、一回じゃ。悩みが来ない。悩みが来ない。来ないね。悩みが来ませんね。じゃあ、続いていっちゃいますよ。続いて、5位のコッシーさん、何か悩みはありますか？5位のコッシーさん、何か悩みはありますか？小さい悩み、大きい悩み、何でもいいです。いや、これ意外と当たるかもしれませんね。この星の王子様のカードだからさ。これ、月始めの頭、月始めの1日、絶対やろうから。さあ、コッシーさん、何か、仕事が忙しくて休みが欲しいですという悩みが来ました。さあ、こちら。当たるかもしれないよ。すごい。
仕事が忙しくて休みが欲しいですというコッシーさんの、お悩みに回答はこちら。26番、家と出ております。26番、家。すごいね。少し小さめの星が王子様の故郷でした。広くても狭くても、都会でも田舎でも関係ありません。あなたが安心して過ごせる場所こそ、あなただけのホームなのです。今日は外出を控えてゆっくりと家で過ごしてはいかがですか？離れて暮らす家族に連絡を取ることもおすすめですと来てます。すごい。すごい。当たってるんじゃない？だから仕事が忙しくて、まあ休みが欲しいです。で、家って出たんで、まあもう無断で休みましょうってことですね。無断で家にこもっちゃいましょう。ってことです。あと、家族と連絡を取るのもいいってことですよ。まあ、それができないんじゃっては来てますけど。そう。休めるってことでいいのか？まあ、そうですね。休めるよってこと。ホームワークの時代が増えてきてるのね、今は。だから、ホームワークでお家でゆっくりできることが今後あるんじゃないでしょうかということです。無断欠勤進めないでってきちゃったの。さあ、続いて。6位、デイノリキさん。何かお悩みありますか？あと、7位までいきます。6位、デイノリキさん。お悩みありますか？でもこれ意外と的得てること当たるよね、みんなの質問に。6位、デイノリキさん。何かお悩みはありますか？順位ごとに占いやってるのか。そうです。今はね、ステージ下でよかったので、ひどい。そんなにみんな私に恨まれたくないの？ここは一つ、金運を、ということです。さあ、金運を欲しいってこと、あげたいってこと。そんなデーノさん、井戸って出てます。井戸。35番、井戸。乾いた砂漠の中で恵みの井戸を見つけるように、心も体も満たされるような出来事が起こるでしょう。それは他人から見ると、取るに足らないようなことなのですが、あなたはその得意な意味に、特別な意味に気づくはず、幸福やときめきは分かりやすい形で現れるとは限らないのです。ということです。というわけで、金運をって来てますけども、だから、分かります？言いたいこと。そう、そういうことで。でも、幸福やときめきは分かりやすい形で現れるとは限らない。だから、小さいところで、まあ、金運を上げたいってことらしいと思うんですけども、まあ、どっかでお金はプラスになってると思います。なので、大丈夫です。はい。じゃあ最後、最後、ミミハウスさん。ミミハウスさん何かお悩みありますか？最後の占いです。もう、ちょっと、たくさんやりすぎると体力使っちゃうので。今日はちょっとこれぐらいで。さあ、ミニーハウスさん。アイドルには言えない内容なので、子供たちに。アイドルには言えない内容なので、子供たちに会えません。という、あ、なるほど。そういうことですね。ミニーハウスさんの、お悩みは、子供たちに会えませんというお悩み。さあ、こちら出ました。庭園っていうもの？庭に園。庭に園。どういう意味だろう？ 34 番。王子様はあるとき、これ庭園っていうもの？に咲くたくさんのバラたちと出会い、しかし無数の美しいバラに囲まれても、親しみを覚えた唯一のバラはどこにもいない、かけがえのない大切な存在を見失わないように。聞きました？ミンミンハウスさん。なかなか会えない、子供たちに会えないということなんですけども、親しみを覚えた唯一のバラはどこにもいない。
かけがえのない大切な存在を見失わないようにと、星の王子様はつぶやいております。らしいです。これ最後いい感じじゃない？だからなかなか会えなくても存在を忘れないようにということだと思いますよ。プラスに捉えると頑張りましょう。さあ、すごいね、これ意外となんか今後使えるかも。ぜひ皆さん、吉川優のお悩み相談室っていうのをショールームでやりたいと思うので、その時ぜひ、はい、よろしくお願いします。じゃあちなみに最後自分のやつも占ってみようかな。悩みでしょ。なかなか物が捨てられません。どうしたらいいでしょうか。こちら、夕日。もし晴れていたら今日は夕日が沈むところをゆっくりと眺めてみてください。もし雨でも雲の遥か遠くで夕日は輝いています。見てる人がいなくても夕日は規則正しく空を染めていくのです。今日がどんな日でも夕焼けで一区切り、新しい明日があなたには訪れますと来てます。これちょっと私はよくわかりません。どう理解していいんだろう。物が捨てられませんっていうアンサーに、夕日、結論、手放そうと生きてる。これ基本的に朝にやるものなの？そうかもしれない。迷った日の時にやるから朝なのかも。つまり過去を振り返らずに断捨離せいやってことか。てんてんてんってきてる。うわー、ちょっとよくわかんないけど、多分これ朝にやるもんだったと思う。でもこれいつか使えるね。みんな迷った時はぜひ助けを求めてください。でもいいよね、こういうのね。はい。結果、気にするなってきてる。さあ、これは定番の、ありそうです。さあ、もうそろそろ、なんだかんだ1時間ぐらい配信してます。ありがとうございます。田中さん、デアナリキさん、花地さん、赤瀬のポチさん、沼千代さん、ターボさん、岡部さん、ヤーヤンさんから追加で、スペシャルギフト。いただいております。ありがとうございます。さあ、まだまだちょっと今度は実家のお部屋が汚くなってしまったので、片付けないといけないなと思いつつも、また明日は京都は打って変わって快晴になるのかな。明日は配信する。明日も配信、いろ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 行かなくちゃいけないんですけども、明日も配信したいなと思っております。明日も配信しよう。まあ夜か、お昼か朝かは分かりませんが、はい。ぜひ、また皆さん見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。何時頃？ちょっとまだ分かりません。確証はないので。明日お昼はできないだろうな。その荷物の届く時間帯によって、あるので。明日も風は強いみたいだから気をつけてねって来てます。ほら、はねちゃん最後バイバイしてみんなね。ねえ。ねえねえ。泣いた泣いた。というわけで、花ちゃんさっき寝てたからずっと起こしちゃった。無表情、いつも無表情だね。ねえ、聞いてる？こんな感じでテレビ見てる、ずっと。ね、眠そう。花ちゃんはちゃんとノンストレスで寝させてから、私もお風呂入って寝たいと思います。
皆さんありがとうございました。さあ、竹春さん、そしてターボーさん、追加でいただいております。ありがとうございます。はい、またぜひ見てください。俺、花ちゃん起きて、最後、はい。臭い。すごい、このワンちゃん臭いです。皆さんありがとうございました。急遽配信にもかかわらず。またぜひ、見てください。やだね。分かったのか。ごめんなさい。皆さん、おやすみなさい。また明日。また、おやすみなさい。切ります。はい、バイバイ。